クロスロード作戦のベイカーテストの写真、1946年頃。アイテム番号、SCP-1264。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、SCP-1264 は南太平洋の水深75メートル1南へ48度 52.6 分整形123度 23.6 分に位置し、10キロトンの怒り8組によって所定の位置に保持されます。機動部隊ガンマ、6、別名、ディープフィーダー、はアンカーとチェーンの完全性を検査するためにリモート式潜水艦によって隔月検査を行うことを任務とされます。海軍の450個の接触機雷は SCP-1264 の上下と周囲に配置されます。機雷は誘爆しないように、互いから20メートル離して設置されます。航路は、封じ込め領域を回避するために変更されます。誘致以来、SCP-1264 は活動を示しませんが、まだ浮力は残っています。説明、SCP-1264 は一度遺棄された戦艦や有機分泌物によって一緒に接着された漂流物やガラクタの集合体です。SCP-1264 の本体は1946年にビキニ干渉実験の一環として、対象船として使用された5隻の第二次世界大戦時代の軍艦で作られています。SCP-1264 を構成する以下の船は試験後に沈没したことを確認されています。USS サラトガ、CV-3、レキシントン級空母。長門級戦艦。プリンツ・オイゲン、アドミラル、ヒッパー級重巡洋艦。USS ラムソン、DD-367、マハン級駆逐艦。USS アポゴン、SS-308、バラオ級潜水艦。多数の給油艦、YO-160。SCP-1264 は米海軍の記録と矛盾し、わずかな腐食、損害のみが確認されます。SCP-1264 の中枢部分は、デッキにいくつかの巨大なジブクレーンを備え付けた空母で構成されます。その他の船は硬化した分泌物で中央に固定されています。また、すべての船は艦橋が取り外されています。その他のガラクタは、船舶間のスペースを埋めるために取り付けられており、SCP-1264 の喪失量の 12% を占めています。SCP-1264 は、様々な大砲、魚雷、対空砲、そして爆雷で武装されています。しかし、動作するのは一部であり、残りは作動しないか、動かすための資源が不足しています。SCP-1264 は、潜水艇としてほとんど水中で活動しています。水上では最大31ノットの速度で航行可能です。SCP-1264 は、乗組員、以下 SCP-1264-A と呼称、によって維持されます。それらの用紙は米海軍標準潜水服と一致しており、MK5 潜水ヘルメットとウェイトブーツを装備しています。SCP-1264-A は頭部のない人型でナマコに酷似しています。検視報告書参照。SCP-1264-A は長さ約90メートルの柔軟な動脈コードで SCP-1264 の内部に接続されています。SCP-1264-A は SCP-1264 の機械的、電子的なシステムに対し深い理解を示しています。SCP-1264-A は指定されたエリアでいつでも修理、メンテナンスを実行できます。SCP-1264-A は動きが遅く、頑丈で、自我を持たないという特徴を持ちます。SCP-1264-A は構造保全と浮力を維持するために、防水シール材、結合材、充填材、セメントとして機能する強い接着力を持ったものを手袋を通して分泌します。SCP-1264 の操舵と兵器システムのすべては、SCP-1264-A に運営されます。SCP-1264-A は SCP-1264-1 と称される存在によって指揮されます。
SCP-1264-1 の外観は不明であり、SCP-1264-1 の存在を証明する唯一の物的証拠は、SCP-1264-A と船を接続する動脈コードです。これらのコードは、SCP-1264-A から発信されていない神経組織が並んでいます。このことは、SCP-1264 は、直接その生物と繋がっている、あるいは SCP-1264-1 が SCP-1264-A の集合意識であることを示しています。SCP-1264-1 は敵対的な海戦における巧妙な戦術家であることが何度も証明されています。SCP-1264-1 は ELF 無線を介して信号を伝えてくるケースが報告されています。現在までに SCP-1264-1 は赤の民間船と軍艦と遭遇し、赤を撃沈しました。SCP-1264-1 はその他の船よりも客船を優先しています。船を沈めた後、SCP-1264-A は水上の生存者に対して漁網を投げつけます。それはネットとその中身を引きずり込むように、沈む船や錨に取り付けられます。リカバリーチームは、潜水艦を使用しても死体を発見することができませんでした。2000年、SCP-1264 は、機動部隊TAU-11、別名、缶切りの長期の十字により、効果的に抑制できました。弱めた状態で、SCP-1264 は、現在の封じ込め領域に武装護衛下で曳航されました。1954年にビキニ環礁で行われた残骸の調査レポートでは、沈没船が環礁からいくつかなくなったことを報告しました。レポートによると、米海軍は行方不明の船を隠蔽するために、その場所にいくつか新たに、ダミー、船を建造し、沈められました。米国政府はその後、各実験を装ってキャッスル作戦を開始したが、実際にはビキニ環礁を生物が住めないようにするために十分な死の灰を作成する目的のために行われました。1959年1月30日に、SCP-1264 は、グリーンランドのフェアウェル岬、ケープファユエル、の 56km 南。MS ハンス、ヘッドトフト号、MSHANSH エドトフト、が処女航海で沈没した時に最初の報告がなされました。誰一人も救助することができませんでした。カバーストーリーとして、船が氷山によって沈没したことが発表されました。SCP-1264-A-1 の検視報告書、レベル2権限が必要。アクセス承認、一部復元した SCP-1264 の脚部。検視報告書 21264-A-8 ID BPD11009467F 検視隊 SCP-1264-A-1 年齢 NA 人種 NA 性別 NA 身長 177.0cm 体重 111.3kg 検視実行場所研究施設45検視立ち会い人W. ヘルメス博士。回収。事件後、1264-12-D。衣服、携帯品。5号潜水ヘルメット。マルク V. ダイビング H. ヘルメット。標準的な米海軍潜水服。ゴム製。重り靴、外部検査。1本の規約部の切断を含み、胸部から腹部にかけて複数の爆発や破片による負傷あります。胸部の傷の以前に、複数の貫通した破片による傷があります。外見には左右対称性が見られます。四肢、2本の腕と2本の足が中央の胴体から伸びています。両腕はさらに末端の付属器官へと伸びています。対称は人間に近い形で、これで潜水服の内部で作業が可能です。傷病歴、爆発物による負傷。前外葉、肌、膜表皮と神秘の両方が存在します。石灰化した薄水積層が神秘の下にあり結合組織で繋がったごく微小な小骨で構成されています。頸部、頭頸部。頭部は完全に存在しません。5号潜水ヘルメットには海水とデトリタスが詰まっているだけでした。解放された頸部は肛門として機能し、排泄物をヘルメットへ放出しています。
骨格系。強化炭素棒、兜、球による内骨格で、胴体と四肢の直立を可能にしています。この構造は骨髄、神経、骨内膜、骨膜の不足により本来のものではありません。構造は周囲の放射状の筋組織によりきつく保持されています。筋組織。組織は茶褐色で内骨格の周囲で円状に形成されています。水管系は筋組織の伸長と内打てを可能にするよう存在しています。水は水圧として用いるというよりも体液、コエロムフリド、として用いられます。循環器系。体液を送り出す数百の微細な間足輪脳が筋組織内にあります。いくつかの点で脊椎動物の白血球と機能面で類似する食細胞体口球、ファゴシティックコエロモシテスが血管で形成され、体液を通して体口内を流れます。体口玉はヘモグロビンを運ぶ役割も担っているようです。呼吸有機及び消化器系。酸化、二酸化体液が背中側から突出した動脈管を循環しています。この管は胎児と母体の胎盤をつなぐのに似て、酸素と栄養を運ぶ生命線です。体口にはエラと胃袋が欠けています。この管は一度体内に入ってから直接腹綿や胎道管へと伸びています。神経系。脳は完全に存在しません。神経組織は動脈管に含まれる細い脊索のような構造物から発生しています。小さな目点が前足の末端にあります。その他の注釈。連結した線の系統、A システム OF インテコネクテドグランドスが腹胸口を埋め尽くしています。これらの線は特殊な粘着物を分泌する役割があります。分泌物は前足を通して運ばれ末端の開口部から分泌されます。その他の実験手法、毒性、画像診断、X 線、顕微鏡による検査。証拠品の処分、毒物学者、透明な液体、捜査官、衣服、装備、死体置き場管理官、死体、中期、特殊でない物品は研究室、60日か貯蔵室に保管され焼却処分されます。WH 博士。ようやく、死体は強く身体的、解剖学的に極秘動物、特にナマコ類、つまりナマコの特徴を示します。死体には多くの独立した系を含みますが、生命維持と行動は完全にこの間に依存しています。体の制御は、神経経路が体口内で終わり期限は反対側であるという証拠から、管を通して他の知的存在によってなされると認められます。死体はこの知的存在の肉体的延長部分と考えられます。この存在もこれらの延長部分を利用し動かすため SCP-1264-A-1 と同様の解剖学的特徴で構成されているはずです。この存在は、実際に特異な意識下にあるとすれば、SCP-1264-A の全個体を運用するため同時に無数のに有出力信号を扱うことに極めて適合していたはずです。事件記録1264-12-D、レベル2権限が必要。管理者コメント。ファイルは安全なサーバへ移動しました。安全なサーバへアクセス。機動部隊事後報告 1264-D-2 関連 SCP-1264 関連機動部隊機動部隊タウ11日付1999年5月11日場所ハワイ・カウアイ島沿岸北 15km 地点全文
クルーズ船が SCP-1264 の攻撃を受けたため交戦が許可。機動部隊TAU-11、艦切りがペガサス級水中翼、水中翼ミサイル艇5隻、PHM-7 から PHM-11。ジュリエット級潜水艦、CMS-3、と共に海兵隊第9司令部から当該地域へ派遣。CMS-3 波民艦人を危険にさらすことのないよう PHM 即応艦隊からの P-500 ミサイル発射命令まで待機。PHM 隊到着時、当該クルーズ船は砲撃を受け、左舷数箇所の破損から浸水。SCP-1264-A は右舷側の大型海溝部から海上の生存者に対し投げ網を展開。1301SCP-1264-A が生存者を収容しようと試みる際、機動部隊TAU-11の PHM 隊は SCP-1264 と交戦。PHM-7 及び PHM-9 は艦列を離脱し SCP-1264-A に 76mm 砲を直接射撃。SCP-1264-A は右舷船体に PHM-7 及び PHM-9 から砲撃を受け抑止去る。1303PHM-8PHM-10 及び PHM-11 は距離 750m からハープーンミサイルを SCP-1264 船尾へ向け直射。SCP-1264 に命中し火事の2箇所に被害。1304SCP-1264 は急速に沈降する直前、左舷側前方灯が船体9時方向へ90度旋回。何時のち水面下で爆発し浮揚破片の痕跡が西へ向かって消える。PHM-7 及び PHM-9 が捜索。この間、CMS-3 は SCP-1264-1 と無線通信を行う、ホイ参照。1310PHM-3 隻の背後から、SCP-1264 の一部が再浮上、左舷側砲塔のみが露出する。SCP-1264 は PHM の左舷船体に直射できる位置にある。左舷砲群の 140mm 砲のうち6門が PHM-3 隻へ向けて砲撃、有効打となる。PHM-7 は CMS-3 SCP-1264 から民間人のいないことを連絡。これを受け CMS-3 は P-500 ミサイル2発を SCP-1264 に照準し発射。1311SCP-1264 は転覆したクルーズ船へ接近開始し露出したギルジキールへ向け距離わずか 175m から 410mm 砲2門で砲撃。クルーズ船は爆発し散。何時のち SCP-1264 は浮遊する残骸の中を航行。P-500 ミサイルのアクティブレーダーは SCP-1264 と残骸を識別できず目標を喪失。1313SCP-1264 は PHM-7 及び PHM-9 に対し MK-14 魚雷を発射。SCP-1264 は乗客を生け捕りにした網を回収し2秒間で潜航。ペーハー M 洋艦は問題なく魚雷を回避。何時のち CMS-3 は海兵隊第9司令部から SCP-1264 の探知及び追跡命令を受ける。残された PHM は網を回避し海上に残された生存者の収容を試みる。この時点で215体のうち19体のみ回収。1510CMS-3 は高戦地の北東 66km で SCP-1264 を下ろすと。ほい。事件時、1306-1310件に CMS-3 は SCP-1264-1 と極超超波、ELF、無線通信による交信を行った。以下は最初の潜航後のオペレータと SCP-1264-1 との音声の書き起こし原稿である。SCP-1264-1 低いボコボコという雑音。CMS-3 案の運営、機関は再浮上せよ、さもなくば撃沈す。復唱どうぞ。SCP-1264-1 ボコボコという音が続く。CMS-3 案の運営、再浮上せよ、さもなくば撃沈す。復唱どうぞ。SCP-1264-1ボコボコという音がやみ、低い音声が聞こえる。獅子侵入者、従ってほしいか、ボコボコという音。了解。CMS-3
アンノウンへ、再浮上まで2分猶予を与える。これは最後通告である。復唱どうぞ。SCP-1264-1。ボコボコという音。了解。以降2分間ボコボコという音が続く。CMS-3。アンノウンへ、応答せよ。SCP-1264-1。後方で大きな衝撃音。ささ再浮上、用意。この時点で、SCP-1264 は再浮上し PHM3 隻を破壊した。SCP-1264-1。我と共に、沈め。沈黙。事後報告。生存者は聴取を受けた後クラス、B 記憶処理を施し米海軍に引き渡された。クルーズ船がエンジンの炎上事故の後沈没し、乗員のほとんどが死亡したというカバーストーリーがメディアを通じて発表された。市民の権利を避けるため偽装した事故調査も開始された。1999年6月8日、インド洋にて SCP-1264 が漁船により撮影されたと報告された。写真は押収され事件 1264-D2 の際に与えたダメージは修復されていると判明。後に機動部隊タウ、11に対する航空支援増強、重武装化、及び戦略拠点におけるパッシブソナー、V 設置のための追加支出が承認された。EOF、